門別音頭踊ってみよう。じゃあ振り付けを確認しましょう。先生としてね、じゃあ今日やっていただいて、ひみこさんお願いします。じゃあ門別音頭復活セレモニーがありますので、それに向けて練習をしたいと思います。じゃあ門別音頭お願いいたします。振り付けを練習しましょう。まず最初はいいよ、これが最初ね。下がって、下がって、一二三四、一二三四、開いて、上げて、一二三、チョンナチ、はい、チョンナチ、一二三四、チョンナチ。バッチリバッチリ。足の動きがね、ちょっと難しいかもしれないですね。足がね、もう一回ちょっとやってもいいですか。はい、足に注目して、はい、もう一回最初から、はい、せーの、はい、バックして、バックして、1、2、3、1、2、3、開いてあげて、1、2、3、ね、横に行くね、1、2、3、4、OK、ありがとうございます。動かないから大丈夫そうだ。間違ってなかった。間違ってなかった。OK だそうです。じゃあ音楽に合わせてやってみましょう。伸びる富川晴れ姿、シャンゴ手拍子音頭も弾む、本に門別良いとこよ。どんと波打つ太平洋の潮で鍛えた男の腕は港の心意気、シャンと手拍子音頭も弾む、本に門別良いとこよ。ありがとうございます。稲穂が揺れる山の宝は緑の森よ、実る里から幸を呼ぶ、シャンと手拍子音頭も弾む、本に門別良いとこよ。
の時あったの先生。50年前から続く。本当50年。50年。じゃあちょっと残していけるように。私にも若妻っていう時あったから、私にも若妻。いきなり坊主になったわけ。ちゃんとね、時代を経てね。若妻時代だね。若妻時代に。そしてその時に習って。その時に。そんなにしなかったよ。だからちょっと亡くなりかけてるかな今。復活させようとしているってことですね。よく考えたね。じゃあ敬老会でも踊りたいね、続けてね、踊ろう。ずっと踊ってんねんから。